チャートリックスバッケアトークです。はい、皆さん元気ですか？はい、シーズンもね、いよいよ始まりましたけど、今日はまたちょっと小物の話をしたいと思うんですけど、そうなんです。ゴーグルの話なんですよ。ゴーグルって、いっぱい種類があるじゃないですか。コンビニ行くときは1980円で、高いときとか今ね、今季だと5万とかってあるんですけど、でも、ゴーグルっていざ選ぶとなると難しいじゃないですか。今日はですね、失敗しないゴーグル選びのためのキーワードっていうのがあるんですよ。それを、3つ詳しく説明したいと思います。おう、はい、皆さんでもすごい不思議と思ってるんですけど、例えばコンビニエンスストア行ったらね、1980円ぐらいでゴーグル売ってて、来年のゴーグルだと最高高いだと5万円を超えてくるゴーグルっていうのもあるぐらいに、ゴーグルってこの価格差がすごいあるじゃないですか。じゃあ具体的に何を選べばいいかっていうのがすごくわかんないっていうのが正直あると思うんですよ。僕なんか若い頃の時はみんなやっぱりちょっとね、もうね、みんな熱くなってて、できれば可愛い女の子を見たいっていうことでミラーばっかり選んでてね、自分がどこを見てるかわかんないっていうのがゴーグルの役目だと思ってた時代もあったんですけど、実際にゴーグルがないとスノーボードできないわけですよ。じゃあゴーグルがどういう意味を果たすかというと、一番の基本はゴーグルは見えづらい暗い環境の中を見やすくすること、それかギラ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 眩しくて眩しすぎる環境を光を調節して見やすくすること、この2つがゴーグルの一番大きな作業なんですね。よろしくお願いね。ゴーグルを選ぶ際、3つの言葉を理解しないとゴーグルっていうのは選べません。それではそのゴーグルを選ぶ3つの言葉何でしょうか。これは調光、変光、ハイコントラスト、この3つの言葉についてちゃんと説明したいと思います。この調光、変光、ハイコントラスト、これ3つね、ちゃんと分かるかっていうと、なかなか言葉は知ってるけど分からないなっていうことがあると思うんですけど、でもすごい難しく説明しちゃうと全然分かんなくなっちゃうんで、どういうことかっていうのをちゃんと説明します。まず1つ目、調光なんですけど、調光っていうのは光の量を調節するってことなんで、いわゆるこの僕のメガネあるじゃないですか、このメガネがこれ調光なんですけど、明るいとこ行くと自然にこのレンズの色が暗くなるやつ、暗いとこ行くとこのレンズの色がまた透明になる、それが調光レンズってやつなんです。ちょっと見てください。これ今これクリアでしょ。僕の目これクリアじゃないですか。いきますよ。これでこうやって太陽に当たるわけですよ、ね、こうやって太陽に当たります。これでこうやって見てください。そうすると結構暗くなってますよね。見えます？わかる？これがいわゆる調光レンズってやつです。はい、暗いとこ戻ってきて、暗いじゃないですか。でこうやって自然に光の量、いわゆる、ね、紫外線を浴びてレンズがこうやって暗くなるもの、これが調光レンズっていうんです。だから明るいとこ行くと自然に暗くなってくれて、暗いとこ行くと自然に明るくなるっていうのがすごく頭いいレンズなんですけど、自然と暗くなって自然と明るくなるから非常に見やすいんですね。実は僕目が非常に悪いんですよ。僕緑内障っていう病気になってて、こっからこっち側が見えない病気なんですけど、それが以前にちょっとだんだん視野が悪くなってきたんですね。その時にいろんなレンズを試したんですけど、僕はこの調光レンズが一番見やすかったんです。ということで僕は今普段使ってるゴーグルは全部大体調光レンズを使ってます。まずこれが一つが調光っていう効果です。はい、2つ目、次、変光レンズってやつですね。変光レンズってなんか聞いたことありませんか？やっぱりこれもよくサングラスでよく見るんですけど、いわゆる釣りをやってる人だったらよくわかると思うんですけど、変光レンズっていうのは水面がギラ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 ってしてる時に水の中に魚とか見えるじゃない、見えるようにするためにサングラスかけるじゃないですか。あれが変光レンズって言っていて、いわゆる光の乱反射を抑えてくれるレンズがこの変光レンズになるわけです。ですからギラ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 してる時にそれがすごく綺麗に見える。それであと例えば水辺とかでキラ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 ってなった時にその中が透き通って見える、すごく視野が良くなるのがこの変光レンズです。ですからこの変光レンズ効果、さっき言ったら調光レンズ、調光変光ってことがあるわけです。3つ目がハイコントラストっていうことなんですけど、ハイコントラストっていうのがこの現代のゴーグル、今新しいゴーグルの先駆けになった技術だったんです。それでこれも並べてるんですけど、このオークリーってあるじゃないですか。オークリーが一番初めにやったこの、見てください、ここに書かれてるこのプリズムってありますよね。このプリズムレンズっていうのが実はこのハイコントラストレンズなんですね。
で、こっちにもドラゴンも来てる。ドーラもドラゴンに書いてある。ここにルーマレンズって書いてあるんですね。ルーマレンズ、これもハイコントラストです。じゃあどういうことかっていうと、いわゆる色にはこうやってなんか色の三原色とかいっぱいあるじゃないですか。それでこのハイコントラストレンズっていうのは、どれか一色の色を思いっきり強く出すことによって他の色との差をすごく大きくするんですよ。その大きくすることによって、その波長の差を大きくして、これ陰影、いわゆる影のところをすごく見やすくする。よくみんなで言うと、例えば滑っててこの雪の凸凹が見えなくなるときってあるじゃないですか。その見えなくなるところをこのハイコントラストレンズをつけたゴーグルでいくと意外とよく見えるっていう効果が、これがハイコントラストレンズです。いきなり夕方ね、日陰入ったときに、スキー場でこうやって日陰が入った時に雪の凸凹が見えなくなる時ってあるじゃないですか。ああいう時にハイコントラストレンズをつけるっていうのがすごく大きな補助になるんです。それでじゃあこのプリズムレンズとドラゴンのルーマレンズ何が違うかっていうと、簡単でしょ、簡単に言うとすると、オークリーのプリズムレンズは赤色を、赤系の色を強く出すんです。それでルーマレンズ、このドラゴンの方のルーマレンズっていうのは青系の色を強く出してるんです。いわゆる他の色との差をつけるってことです。ハイコントラスト、大きなコントラストをつけるってことですね。このハイコントラストレンズっていうのは、その他の色との差を大きくして、わざとその陰影をすごく強く出すっていうレンズです。これが今の現代のスノーボードのこのレーダーのこのゴーグルの一番大きな変化の一つです。はい、ということで3つのキーワードを説明しました。超高変更ハイコントラスト、これを説明しました。でもきっと YouTube を見てるみんなの中には、ちょっと待ってちょっと待って、バカ林ちょっと引っ越し忘れてない、アジアンフィットってどうって感じですよ。心配しないでください。オークリーはアジアンフィットをもう超越したグローバルフィットっていうのを使ってるんですよ。だからバッチリこのね、花の形とか全部合うんですね。考えてみてください。オリンピックとか行くと必ずオークリーポコーンってみんな使ってるじゃないですか。あれと同じゴーグルを皆さんも使えるわけですよ。ということで、どういう状況でもオークリーぴったりフィットするんで、そこら辺はガッツリと話してください。元々ゴーグルにはこうやって色があるわけですよ。例えばピンク色のレンズがあったり、オレンジ色、いわゆるアンバーですよね。アンバーっていうレンズがあったり、黒系のレンズがあったり。それでオークリーの方にもこういうね、表を出してるんですね。でこの表を見てみると分かるんですけど、例えばこうね、この子書いてある、ブラックイリジウムってありますよね。ブラックイリジウムっていうのはこのレンズがもう黒いんですよ。それでこのプリズムダークグレーとかあるじゃないですか。このオークリーのイリジウムね、これイリジウムって書いてあるのは、いわゆる簡単に言うとミラーレンズと思ってください。ブラックミラーで、ここはダークレンズが、これはね、ミラーじゃないんですよ。でここのとかプリズムサファイアイリジウム、サファイアミラーみたいな感じですね。こっちに行けば行くほど晴天っていうことだから眩しいんです。眩しいから黒いレンズを使ってよく見えてます。こっちに行くと行くほど、例えば雪が降ってるとかナイターってなってくると、なかなか見づらい環境の時に明るく、わざと自分の視界を明るくするレンズってこうなってるんです。だからあとこの表もちゃんと見せますけど、こういうのが一番出てくるんですけど、ここで気をつけなきゃいけないのは、僕がいいからあなたがいいっていうわけでもないんですよ。これで結構ねちょっと難しいところなんですけど、ただそれを言ってしまうとなかなか選べなくなっちゃう。だから一般的に言うとこの表で見てみると分かると思います。具体的にどういったゴーグルがあるかっていうと、まず大きく分けて2つに分かれるんです。どういうことかっていうと、まずこれ見てください。これがいわゆる球面レンズってやつです。見てもらって分かりますか、面がこうやって丸いんです。これ球面レンズです。でこっちが底面レンズってやつです。見てもらってください。真っ平らなレンズなんですね。それで作る工程で球面レンズの方が平面レンズに比べるとすごい難しいが一つ、それでレンズの厚さが厚くて、これが歪まないようにする技術がすごい難しいということから、一般的に言うとこの球面レンズの方が値段が高くなります。それで平面レンズの方が安くなります。だから球面というのは高い、それで平面というのが安いって感じになります。それでこのゴーグル見てはなんか宇宙のゴーグルみたいな感じじゃないですか。いわゆるフレームがないんです。ここら辺見てください。ここら辺はフレームがあるんです。え、じゃあなんでこのフレームがあったりなかったり、そしてこのゴーグルみたいに上がフレームあって下がフレームがないってあるじゃないですか。こういったことになるかっていうのがあるんですけれど、両方ともこれね、一長一短っていうのがあるんですよ。例えばこのフレームレスっていうゴーグル、これはまずフレームがないんで、
雪こうやって降ってくるじゃないですか。そうするとこのフレームのここのところに雪が積もらないんですよ。どういうことかというと、ふわっと落ちてくれて、ここのところがあって息をふうふう吐くわけじゃないですか。そうするとこのあったかい雪がここのところに行った時に、フレームのところについた雪が溶けて、そこが水蒸気になってブワンブワンブワンってなって、ゴーグルレンズを曇らせるっていう一つの原因になるんですね。それでまず一つこれが曇らないくなる。あとここのところにフレームがないんで、横を見た時にフレームがない、壁がないわけです。垣根がないみたいな感じ。だからすごい視界が広い。これがフレームレスのいいところです。じゃあ逆にこのフレームレスの欠点は何かっていうと、フレームがないんですぐにこうやってレンズにこうやってぶつかってしまうから、レンズが直接こうやってガーンガンってぶつかっちゃう。でこうやって置いた時とかでもすぐにレンズが傷ついてしまう可能性があって、収納とか保管とか扱いがちょっと上級者向けっていうのがこのフレームレスゴーグルってやつです。じゃあ一方フレームがあるゴーグルですね、それはまずこういうところに雪が積もっちゃうっていうそのデメリットはあるんですけど、さっき言った通りこういうふうにガンガンってぶつけてもレンズを守ってくれる、こういった時でもレンズが直接テーブルにつかなかったりっていうのがあるのが、このフレームありゴーグルのすごくいいところで、あとはコストパフォーマンスが高いところですね。比較的こっちがコストが高い、こっちが比較的コストが安いってことなわけですよ。それでその中間的なのがこういうふうに、下がフレームがなくて上がフレームがあって、ここは頑丈だけどこっちは雪が積もらないから、これハイブリッドタイプですよね。こういうのがあったりとか、なるべくこうやって球面で、球面って何でかっていうと、この目からの距離がレンズが全部一緒の距離になるってことで球面になってるんですね。だからあんま歪みがない、そういうことの中でなおかつ歪みがない球面で、なおかつフレームがあって頑丈って、こういうタイプがあるんです。まあいろいろこういったゴーグルがあって、あとさっきのこのレンズのね色の違いがあって、が皆さんの中で眩しい時、昼間の眩しい時にサングラスと同じような効果を得られながらゴーグルを選びたいんだったらば、上の方のこのブラックイリジウムとかサファイアイリジウムとか、このねジェイドイリジウムとかっていうのを選ぶと、比較的これが光が遮ることができる。また一方を暗いナイターとか曇りの日に見えないか見えるようにしたいなって言って、光をちょっと明るくしたいというと、こういうことがこのねこのローズとか、このハイピンクっていうのがあるんですけど、このハイピンクのレンズとかっていうのをね、プリズムハイピンクってあるじゃないですか。ここら辺のレンズを使うと実際に自分のこの裸眼で見ているよりも明るく見えるっていうのが、このゴーグルのいろんなこの要素になるわけです。だからスノーボードをどん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 やっていくと、最低でも2つのゴーグルが大体必要になってくるんですよ。1つ暗い時を、1つ明るい時をとかって出てくるんです。ただいっぺんにはなかなか買えないじゃないですか。だから自分が滑る環境がどういう環境かな、晴れた日が多いかな、ね、雪が降ってる日が多いかなっていうことを考えた時に、どっちに合わせるか、または両方使いたいっていうんだったらば、極端にならないところ、この例えばこの極端真ん中あたりのゾーンですよね。ジェイド、これトーチ、このローズ、ここら辺のレンズね、まあ上でもサファイアまで、これのレンズを選べば大体がオールマイティに使えるレンズって思ってもらっていいと思います。それであとはこういった、例えばこれがこれね、フライトデッキってモデルなんですけど、これはフライトデッキの小さいやつとフライトデッキの大きいやつって分かれます、ね、小さいやつは女の子用、大きいやつは大体男の子用で、ここはこれすごく人気なモデル、ラインマイナーっていうモデルなんですけど、 ML、XL で分かれてる感じです。だから M だったら女性、 L だったら、 XL だったら僕みたいに顔が大きいから XL がいいって感じなんですね。でここら辺を見てもらってゴーグルを選ぶといいと思うんです。はい、ということで今日紹介したオークリーは、わざとちょっとね肩遅れ、いわゆるアウトレットを紹介しました。というのはどういうことかというと、やっぱり昨今ね、やっぱりスノーボードの商品すごく高くなってるじゃないですか。ね、全部合わせると下手したら50万とかいっちゃう、すごくないですか。だから少しでもいいものでコストを下げるということで言うと、このゴーグルっていうのは、このね、もちろん形全然問題ないですよ。品質も問題ないです。だからパッとした時に全然それもね、いい感じでできるんで、肩遅れから全然今年もね、安く買えるっていうのが一番のメリットです。ですからこういった小物を上手に買うことによって全体的なコストを下げれば、その分だけがヒット券買ったりとか、おいしいものを買ったりするじゃないですか。そういうところで皆さんも頭を使って楽しい冬を過ごしてみてはいかがでしょうか。ちょっとでも気になる人がいましたら、
概要欄の方にリンク載せときますんで、よかったら見ていただけるとありがたいです。ということで今日は多く紹介しました。超高、変更、ハイコントラスト、これをしっかりと頭に入れてくださいね。よろしくお願いします。